別府が内側包み込むようにして主導権を握ります。3番の石見、そしてその後ろには4番の金谷が続いています。中段4番手には5番の丸山のまくり、竹谷は5番手からの競争になりました。滑った3番の石見を捉えた4番の金谷がここで2番手に上がりました。先頭別府警護序盤からガンガン飛ばしています。2番手に上がりました4番の金谷、先頭2番手の距離は15メーターぐらいあります。3番の石見が3番手、そして4番手は丸山、インコースから1番の竹谷、現在4番手は並走しながら流れた石見を救ったのは1番竹谷隆であります。残りは4周回です。先頭別府にどこまで差が縮まるか。4番の金谷、先頭2番手の距離は先ほどからほんの少し縮まっています。3番手は1番の竹谷、そして4番手が石見、その後ろに5番の丸山が続いています。4コーナーの立ち上がり、だいぶ近いところまで4番の金谷が来ました。残りは3周回、さあここ最近の充実感を考えれば4番の金谷、これは先頭浮上も十分ありそうな、そんな距離感まで来ました。先頭は7番の別府警護です。近いところまで4番の金谷が来ておりますが、一本ラインを外すと滑りが待っています。残りは2周回、もう一度2番手からどこまで攻めるか。4番の金谷、先頭は別府警護であります。コースを外しません。4番の金谷翔平が2番手の位置、3番手は大差がつきまして竹谷隆の体勢になりました。ぐーっと 3,4 コーナーのカーブではもう一度差を詰める4番の金谷、だいぶ近いところまで来ました。さあ残り1周、ブルーフラッグを通過しています。先頭は7番の別府警護です。さあ切り返せるか、いや切り返せません。4番の金谷2番手の位置、最後のコーナーに向かっています。やはり一本道、陣取り合戦、7番の別府警護が先頭だ。今トップでチェッカーを受けました。立ち始めています。5秒を切りました。スタートまで3秒前です。一般戦 B 第2レーススタートしました。インコースから岩下、さらには人気の渡辺敦史もいいスタートを切りました。さらには大外からかましてくるのは重富大輔でありました。3番の渡辺敦史が棄権を制しました。重富、さらには松尾と続いておりまして、インサイドから岩下センター、大外から6番の青島正樹が続いています。先頭渡辺敦史、
シリーズ3勝目に向かって残りは5周回レーサー2周目に入っています。2番手は重富、3番手に5番の松尾、そして岩品センター、さらには6番の松尾、6番の青島正樹と続いております。2番手の重富に揺さぶりをかける5番の松尾博文が、やや滑った重富をここでかわした、かわした5番の松尾、松尾が2番手に上がった。残りは4周回先頭渡辺敦史を追い上げる体勢を5番の松尾が作っています。重富コースタートを切りまして見せ場を作っています。もう1回打ちを狙いましたが、ここは5番の松尾は入れません。3番手は重富、4番手が1番の岩品センター、6番の青島少々滑りました。おお、重富がもう一度2番手を狙いかけましたが、ここは5番の松尾は入れません。残りは3周回レーサー中盤戦です。先頭は1番人気を集めた渡辺敦史が主導権を握っています。2番手に松尾、3番手に重富大輔、4番手に岩品センター、その後ろ中段5番手には6番青島が続いています。おっとぐらついている5番の松尾、8番の重富大輔並べるか。残りは2周回この1コーナー突っ込みではうまくかぶせるようにして5番の松尾博文、ちょっと懐が甘くなっています。8番の重富が再度2番手に並ぼうとしていますが、ここは力づくで松尾が抑えました。2番手は松尾、そして再三再四2番手の因果を狙って重富大輔、ここは完全に捉えた。残り1周ブルーフラッグ、先頭渡辺敦、2番手はシーソーゲーム、出たり入ったりの攻防が続く中、おお、重富が先頭まで行くのか。渡辺敦さあ差しが決まって重富先頭だ。2番手は3番の渡辺敦、松尾3番手、目の前チェッカーフラッグ、勝ったのは重富。よくできました。切ります。第3レース一般戦 B スタートしました。内寄りからは山浦、そして鈴木一馬、センターからは浅田もいいスタートを切りました。3番の鈴木一馬、浅田が主導権、乗っていくのは柴田健二であります。3番手に3番鈴木一馬、その後ろ鈴木誠二、鈴木誠二が鈴木一馬をまくり切りまして3番手に上がりました。少々ぐらついた4番鈴木誠二でありますが3番手に上がっています。先頭は浅田、さあ2番手には7番の柴田を外からかわしにかかる鈴木誠二、鈴木誠二が外から攻め立てて2番手争いであります。柴田の外から4番鈴木誠二、いったまくりが決まって2番手に上がっています。先頭は浅田、2番手は4番鈴木誠二、3番手に柴田、その後ろから3番鈴木一馬、残りは4周回です。先頭の浅田を追い込んでいくのは4番鈴木誠二、その間隔は3写真ぐらいです。3番手が柴田、後ろからは3番鈴木一馬、中段5番手には山浦という体勢になっています。先頭2番手の距離でありますが、先ほどから大きな変化ありません。やや膨らんだ柴田に3番の鈴木一馬が接近、残りは3周回です。先頭争い、3番手争い、いずれもまだ目が離せない、そんな距離感であります。5番の浅田慎吾はレースの主導権を握っています。2番手は鈴木誠二、3番手は柴田、この4コーナーちょっと立ち上がりでは膨らむ格好になった。残りは2周回です。3番手は柴田健二、柴田にとりましては4コーナーが鬼門、この2コーナー立ち上がりもちょっと懐が甘くなりまして3番鈴木一馬が捉えました。3コーナーで鈴木一馬が3番手に上がっています。柴田は4番手に交代しました。残り1周ブルーフラッグ、先頭2番手体勢変わらず、5番の浅田慎吾は先頭であります。2番手は鈴木誠二、3番手は鈴木一馬、体勢は固まりました。最後のコーナーに向かっています。先頭は5番の浅田慎吾、初日に落車もありましたが終わり良ければ全てよし、最後に白星で締めくくりました。